テトツイートティーかな。なんか最近夢しっかり覚えてるんだけど、今日豚たるきました。パンパンやないかい。パンパンだよ、すごいな。おはよう。先週よくてもコッコいっぱい届いてきます。何やった。昨日寝落ちしてしまいました。あら、全然大丈夫ですよ。家事も昨日眠かったし、ついに今日最終日来たな。するな。ここだけめっちゃかゆい。これ何やの。かゆいよ。バイさんのトークだよ。はいよ。夢占いだけ見させて。豚と歩いたのは、豚と歩いたことがすごい気になるんだ。目がバシバシする。夢豚って調べてみる。これだ。愚かな人物を示す。それはあなたの周りにいる誰かだったり、あなた自身なのかもしれません。毎日誰だら過ごしていたり。読めないよ漢字。生活態度を改めなきゃいけないことを示しますって。わかりました。そうなの。誰だら過ごしてるかな。私割と休みの割にはパキパキ過ごしてるんだけどな。でももうちょっと頑張るってことか。でも家にいる時間が多くなったからかな。もらえた夢占いに。はい、すいません。おはようございます。おはようございます。なんだそれ。確かになんだそれ。なんだよね。あ、そっか。オッケー。夢占いに怒られた。あ、そうか。豚、これなんて読むんだろう。第二心って書いてなんて読むの。第二心てる、なんとかてるって感じ。踊ってるだっけこれ。違うよ。踊っていることだっけ。これなんだ。第二心。なんこんなにコメント来たら分かんなかった。そう、それジークさん正解。なんて怠る、怒ってる、踊ってるでいいのか。朝からみんなだるまありがとう。だるまだわ。今日朝からすっごい私の顔も、いやだるまじゃないけど、だるまがいっぱい朝飛んでるね。朝だるまいっぱい飛んでるよ。いや本当にありがとう。餌かな、食べようかな、食べようかな。あ、第二心じゃないね、そっちじゃないね。そうか。いや、面白かったね。夢占い。悪いけど、ありがとうございます。ね、だるまじゃないようだ。だるまじゃないようだ。だるまじゃないようだ。ということで、皆さんは今日お仕事ですか？仕事の人はいるかな。食べようかな、プリン。プリンはもういいんだよ。お家お仕事って、あ、お家か。
本当にそういう取り組みが、ね、瞬間的にできるお仕事されてる人すごいなって私ちょっと思ったんですよ。なんか家って仕事って、うん、できるんだと思ってでもそうやって取り組んでる方なんてすごいですよね。まあね、どうしても行かなきゃいけないって方もいるかもしれないけど、休みの人いる、一緒だあんまり家で会いたくない、まあね、そういう方もいらっしゃるだろうな。ここだけめっちゃかゆいんだけどな、ね、家事も今してるし、まあ家事はね、まあ、お仕事だってこうショールームをやってるって言ったらちょっとまた違ってくる気がするかな。まあ仕事ねしてるって言えるのかな私はみんなにお話を聞いてもらってるっていう感覚だからそうね、パンパンやけどね顔娘の出社だって。そっか、家でやってるお仕事ってなんだろう。動画とか撮ってるのはでもお仕事なんかな、もしかしたら。あ、セレブレートメッセージとかと、あれはお仕事なんじゃない？いや、私お仕事だと思ってないけど、あんまり普通に仕事だって。家で撮ってるよね、すごいいっぱい撮ってるよ私ありがとうございます、皆さんのおかげ。セレブレートメッセージ今日最終日だって、大丈夫？セレブレートメッセージ早く撮らないといけないね。ちょっと頑張って今塗って撮りますね。セレブレートメッセージどうですか皆さん。セレブレートメッセージって何ぞやって話だと思うんだけど、動画をね皆さんのために撮るっていう、そういうやつなの。終わっちゃうよ、買ってないだって。好き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 、もしよかったら撮るよ。楽しいねあれね。思いつかないだって、本当に何でもいいんだよ。え、家事にお任せですっても全然やるしね、丸投げ OK。 でもちょっと希望の動画が来るかちょっと分かんないけど、うん、なんだろう、面白かったのいろいろあったよ。でもなんかあ、オリジナルソング作ってるとかめっちゃ面白かった。ペロ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 ってなんだ、ベシテンテテンテンじゃなくてピロピロピロってやつの方だった。そうね、イベントがなくなると相当ショールームをする数が減ってしまう気がするから、寂しいのはすごい寂しいんやけど、なんか面白いこと考えたいね。ね、なんかできないかな。ベシテンにした？本当に？ちょ、昔ベシテンにしたんだけどさ、占いもしようか。あくびは止まるのに配信は止まれたな。確かに確かに。じゃあ占い行きましょう。毎朝ですね、や朝やるときは占い、カジカジ占いってものを、やるんですけども、1から6までの数字の中一つだけ選んでいただいて、コメントだったり、皆さんの頭の上だったり心の中だったり思い浮かべていただけたら嬉しいなと思います。1から6になります。この1から6の中で大吉と今日を決めていきたいと思います。7はナイスパパちゃんじゃあ私は今日は1番にしようかな。それではいきましょう。皆さん準備はよろしいですか？よーし、カジカジ占いスタートです。何か出る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 かな、何何じゃ。6を選んだそこの君、今日は大吉です。おめでとうございます。出なかった。自分大吉よかよかった今日。16番選んだ方。あくびも出た方。あくび出た方大吉って言ったら割とみんな大吉になっちゃうからダメ。
6番はアレクさん、クマキッチさん、タテちゃんかな。一度も抱き地ならんて、待って辛いな、そんな朝から家事の足見られてるの時点で抱き地って本当に。そう、よかった、抱き地だからって、本当にすごい、おめでとう。ということで抱き地を なった君はじゃあね、今日は今日はリラックスして一日過ごせると思います。楽しいことだったりワクワクすることを考えることができるので、一日いつもよりも少し楽しく過ごせるんじゃないでしょうか。前向きな君は何か挑戦するのにも匹敵する一日なんでしょうか、なんでしょうかってなんで聞いたんだろうなると思います。ラッキーカラーは緑ラッキーアイテムは、ぬいぐるみです。おー、いいね。続いて残念ながら今日の方を選びたいと思います。今日の服緑着てるってすごっ、やばいね、ぽい、あっあっ見えたわ、やばー、見えちゃったよ、最悪だじゃん。一番を選んだ君と私、残念ながら今日です。ファンデイベント最終日にして私は今日を引くんだよ、つらいな。今日ですけども、ちょっとずっと眠い一日になると思います。眠いとなかなか動けないので、一度寝るのことをおすすめします。終わり一度寝ることをおすすめします。ラッキーアイテムはリコーダー、ラッキーカラーは赤ですああ一年の私一番だもん、へこんだ、過ごさないように気をつけますね、はい、リコーダー買いに行くので買いましょう。今日が赤、ラッキーアイテムリコーダーっていうことで、リコーダー吹いた方がいいんかな今日、どうなんだろう。リコーダーはね、楽器屋さんに売ってるよそうだよ、自分今日出た時はもうリコーダーとか自分に忖度するから。ちょっと一番の人誰、いいよっと、私と同じ数字を選んだ人、あ、ドラちゃんだ、武蔵さんかな二人もいた一緒ですね。今日は15分だったかな、ドルルルルルルルペッ7ペッ7ペッドーンチャンチャンチャンの日ですよ。ありがとうございます。皆さん毎日配信777日目、すごいいい日ですわ、その777って
もしかしたら今日は7が一番ラッキー数字だったのかもしれないね。7を選んだあなたみたいなやつ。ありがとうございます、本当に。まだね、ありがたいことに順位は3位のまま通過できることができているということで、いや本当にありがたい限りでございます。なんかね、ラッキーな日なのかな今日は。ラッキーな日が日だったらいいなってすごい思うけど、はいはい。 こう777日も続けられてることが本当にすごいなと思ってます。私は皆さんのおかげですね、本当に。これからも、続けられる時まで続けようと思っています。はい、よかったらまた会社のショールームに遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。こうやって久しぶりに朝に配信やってますけども、割と見てくれる人がいて嬉しいですね。え？昨日今日だった私は、赤石夏子ちゃんもしかして、違う、推しメンだったに、よし今日卒業発表しなかったっけ。もしかして入試？マジで？合ってるかな？朝火事して運気上がった。上がった？ 3 位との差、4位との差じゃないかな、それ。どうだろう？頑張っていかなければ。ごめんなさい。 ご自身はですね。 じゃあすいませんね。 なんて卒業なん？あれ違った、そうだったと思うよ。私昨日見てびっくりしたの、あれと思って。昨日卒業発表してなかった。マネージャーもツイッターで見た気がしたくらいだったんだけど、違ったかな。卒業生、あれ NMB の入試って言って誰だろう、ちょっとね。 NMB 気になったら調べちゃう。マジね、タバコ吸ったらね、もっとタバコ吸ってないんだけど、これだからっていう。すいません。すいません、すいません。卒業発表、2人同時卒業って、昨日だ。ああマジで、西沢ちゃんだ。卒業発表してる。違うな、これじゃないな、もしかしたら。西沢ちゃんの卒業は知らんかったな。ありゃまあ、誘導だったのですが、言うたらだったのが、だが、だって。すいませんがいっぱい出てる、ここら辺に今。この時期かっこいりません。あ、ええー、そうなんだ。知らなかった。マリリンが卒業だった。マリリンって何の知らなかったっけ、知らなかった、卒業。ええー、
卒業だったんだ。夏卒業。ありゃりゃ。年度末に卒業する人、ああでも多いかもしれないね。もしかしたら、多分こうなんだろう、学高校生とか大学生とか中学生とかもそうだけど、変わり目、絶対卒業っていうか、こう自分の進路について考えることってきっとあるだろうから、そうだね。やばい時間ということで、ギフトタイムあげたいと思います。じゃあおいちゃんファイトありがとう。トーマくん、ああトーマくん、誰もありがとうございます。おいちゃん誰もありがとう、すごいくれてる、みんな誰も、ああありがとう。カナエルさん誰もありがとうございます。ムサイさん、タコチューンありがとうございます。タマちゃん、あやばいやありがとう。おいちゃんコロナありがとう。テテちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おいちゃん、あやばいやありがとうございます。まいちゃん、あまいちゃん誰もありがとうございます。すごい、おいちゃんめっちゃハートきて、ありがとう、in my heart。 てってちゃん、あやいハート、あやいハート、ありがとう、じゃあやいハートって言ってた。てきろさん、たんぽぽばっか、ありがとうございます。すごい、めっちゃ坂井さんの組ちゃくて、ありがとう。メガネッチ誰もありがとうございます。たまちゃん誰もありがとう。とうまくん誰もありがとう。まさちん誰もありがとうございます。ありがとう、みんな朝からこんなたくさん、あやいハートってするべ、別名次はちょっと寂しいな、本当に。ザフェルさん、コロナありがとうございます。パパちゃん、ダルマありがとう。ラブゲッチマット赤ちゃん、ありがとうございます。ということで、お時間来てしまいました。続いての配信9時からです。お仕事、行ってくるぞって人来てると思いますが、今日も頑張ってください。会社も書類も配信しているので、よかったら息抜きなど見ていただけたら嬉しいです。ということで、お手拝借、その人次第。マジか、そんなのか。頑張ります、カジマ。ありがとう。そこ中継してくれてありがとうございます。ということで、お手拝借、せーの。以上です。続いて来週は9時からです。皆さんご覧ください。バイバイ。